いな、これちょっと。どういく？よし。あの、もやもやの方の奥とかも絶対なんかありそうなんですけど。うわぁ、スロー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 。スネークいきます。スネーク1人、スネーク。よし、勇者さんのそういうプレイが好きなんですよ。あ、そう言っていただけるとありがたいんですけどね。まあ、この辺は多分すごい好き嫌いが、本当に好き嫌いが分かれるところだと思うんですよね。なんか特にこういうその知識が必要、前もって知識が必要じゃないですか。こういうこと知らないとっていうのは、結局一回やった上でやり込み要素として知ってるか知ってないかっていうのが多分重要だと思うんですけど、でも知ってたら面白くないこともあるしね。その辺がどうなんて感じで、で初見で絶対に見つけられるはずってみんな思う人もいると思うんですけど、なかなか見つけられるようなもんもなくですね、まあスルーしてしまうときは本当にしょうがないので、ちょっと許してほしい。はい、でも正直このやり方楽しいんですよ。あのやってる方としては、子供の時はあんまり楽しめなかったと思うんですよね。このやり方は おっさんになって楽しめるようになったんですよね。これまた面白いことに、おっさんになったらね、なんかね、そこにこだわらんくなったんですよね。だからこそのこのパーティーですから、あのもっともっとこのパーティーはいかつくしていくつもりですから、そうそう、ゴイゴイの楽しんだ結果、このおっさんパーティーにカレー臭をまあまといながらのですね、カレー臭まといパーティーになってるんですけど、これは実はわざとなんですよ。これがやりたかったんです。これがやりたかったからこれをやらせてもらってるんですけど、こういうことがやりたかったっていう。皆さん寝なくていいんですか。皆さん、ちなみに今日はですね、今僕の見た感じの数字で136人って出てるんですよね。視聴者数136人って出てるんですけど、夜中2時台で100 YouTube ライブで100人って結構多い方だと思うんですけど、僕が心配してるのはですね、今日の曜日なんですよね、曜日。今日ね、日曜日なんですよ。でも皆さん朝仕事ですよね、多分。それ何をやってんだと。何をやってるんだと。まあ、この辺の時間帯からもう皆さん寝ないとダメなんで、ぼちぼち減っていくと思いますけどね。皆さん本当に来ていただいてありがとうございました。ティベリウスに格闘をやらせたいですね。ティベリウスオン、ティベリウスオン、そしてハーマンオンって考えてるんですね。だからウォードはやっぱり居場所がねえなーっていうね。ウォード、詩人あたりの居場所がなくなってくるかなー。まあ、ロビンとかね。ロビンも置いときたいけど。みんな何をやってる、本当に。石灰石だって。石灰石って何やったっけ、全開になるやつだったかな、もしかしたら。コテージ的なアイテムかもしれん。あんまりね、回復アイテム売ってないんで、このゲーム確か。気をつけて使っていかないと、自利品になります。おぉ、いかついなぁ。いかついね。あの後ろのやつ、怖いわ。あんな夜道で出ようたらもう最悪ですからね、あんなやつ。うん。よし。ブラックをイケメン、イケニエにハーマンをオン。その通りです。ブラックをイケニエに捧げてハーマンを手に入れようとしてます。全くの逆思考ですね。逆パターンのやつです。本来はハーマンを生贄に
ブラックをオンするんですけど、僕はもう全く逆ですね。考え方がもう全然、もう、ブラックをあえて生贄に使いました。そしてハーマンという最強の戦士を、最強の GG イオンカードを、手に入れようとしてます。仕事しながら見ておられる方、そして、もちろん仕事、そして安定の寝坊、寝坊確定の方いらっしゃるようですな。ありがとうございます。体調、はい、体調の方はね、戻りました。モノマネしてたら戻りました。はい。なんやねん、カエルのフェイントってどんなの？なんなん、カエルのフェイントって。よし、OK。あー、間違ったー。カエル後ろに攻撃したいな。まあいいか、スネークショットで一発なんだね、カエルは。あ、ラッパーか、ラッパーやこいつ。こんなラッパー嫌やもん。ディスりが半端ないぞ、もう。他のカエルディスがもう半端ないですよね。カエルっぽいやつは大体友達。ヌメヌメやつは大体友達。あった。よし、オッケー。あ、来てるな。来てる感あるね。セーブします。行こう。ああ、そう、ああいう顔のね、ラッパー、おるのはおるんですよね。おるんですよ。あ、寝てはるわ。寝てはるな。起こしたら怒れ。よう寝てはる。よう寝てはるから、これ、起こしたら怒る。なんだ、人間か。はい。戦いを挑む、話をする、帰る、話をする。ウェイン、人々を襲うのをやめろ。あんま失礼な言い方をすんな。ちょっと、もうちょっと言い方を考えろ。初対面やぞ。肉を食らい宝を奪うは竜なるがゆえの宿命。やめさせたければ力ずくで来い。なんだ、人間か、帰る。ちょっと待って、戦い挑むのしかないんかな。やめさせたければ力ずくで来い。戦ってよかったっけ、これ。倒す、戦っていいのかな。協力してほしいだけなんですけど。これ戦って倒していいの？あれ、なんか違う、これ。ちょっと嫌なんですけど、これまだやな。ロワーヌに行く。これ一回顔見といてロワーヌか。オッケーですけど、長い道のり帰らなあかんで、これ。オッケーオッケー、わかりました。閉じてから、一個ゲート閉じてから、なんかもういろいろ、いろいろもう情報が殺到してますね、もう。この辺ややこしいのね。この辺もややこしい。まあ別に多分倒せる、別に倒せるんですよ、これ。別に倒したらいいんですよ。今のまま倒して、で、シナリオは別に進んでいくんですけど、ちょっとその面白い場面を出せるんですよね。あいつを倒さないで、協力依頼するみたいな形で、やつの背中に乗せてもらうことができるんですよね。まあ、トトロ感覚と言いますか、ジブリ感覚で、ダッチューのやってるんですけど、オーバーハンでしょ、これ。これね、俺の目はね、ごまかされないです。これオーバーハンですね。で、下手しい男。顔がなんかね、ちょっと、だいぶ疲れてるんですよね。
育児とパートでめっちゃ疲れてる顔なんですよ。これもう間違いなく年いってますね。出たー、ジンコ。かっこいいな、なんか言って、なんかちょっとかっこいいな、あの全身タイツちょっと欲しい。どうしようかな。ロアーヌ行って、じゃあロアーヌ行って、あ、シングルマザーですね。シングルマザーです、多分。相当疲れてますもんね、あの顔。髪の毛もちょっと傷んでますしね。服買う金稼げてないと思いますよ。多分もう生活費を稼ぎに行ってる顔ですよね。どうした何があったの動画結構再生されててちょっと面白かったんですけど、まあまあ似てるっていうめちゃくちゃ似てるわけじゃない、まあまあ似てる。変えるの大変や。これ見ていただいた方ありがとうございます。まあまあ似てる謎のモノマネの動画を上げております。閉じてロアンね。よし。じゃあ、魔王で行きますわ。アラケス倒しに行きましょう。これ出たら、アラケスの元へ行きます。よっしゃー。結局ね、モノマネの動画も、あれなんですよ。この、生放送の雑談の時にやったやつを編集しただけなんで、別に、なんていうか、撮り直したわけではないんですよね。まあ、撮り直す勇気はあんまりなかったんで、もうそのまんま、単純に、カットした状態です。意外と、高評価が多くて、びっくりした。まあ、単純にあれはちょっとずるいですけどね。おう、まあでも戦っていきます。バイタがおるな。バイタがいますか、こんなところに。いいでしょ。デミルーンエコーで、あとは仕留めてください。お願いします。よし、おりゃ、オッケー。次は長島さんか、ハウルに出てくるおばあちゃんか。ハウルのおばあちゃんは割と、まあ、割と、評判はいいんですよね。ハウルのおばあちゃんに関してはかなり評判は良くて、そこそこ似てるっていう。それはもうその、焚き火、基本的に焚き火の前じゃないと、あれは、あのモノマネはしてはいけないので、焚き火がないとダメなんですよね。薪ストーブがないと。今流行りの薪ストーブが、ないとダメなんだけど。えい。えい、えい。倍賞千恵子さんでしたっけ？あ、いや、違う。その人じゃない。あのね、魔女の方です。倍賞千恵子は主人公でしょ？主人公のあの女の子でしょ？じゃなくて、魔女。なんちゃら、荒地の魔女が毒抜かれた後の状態ですね。
誰がわかんねえって感じなんですけど、でもある程度わかる人はいた。来た来た、エコー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 。たまーにカラオケ行ったら、エコーが、エコーの、なんていうか、ゲージっていうか、リバーブですよね。リバーブをめちゃくちゃいかつくしとるやつがあって、なんかもう、どんだけ歌うまく聞かせたいねんっていう、ありません？なんか、ボリューム、エコーのそのつまみ回しすぎやろみたいな、あの、スナックとかの、エコーって、エコーすごい回すでしょ。エコーガンガンに聞かせるじゃないですか。あれ誰が歌ってもうまいっぽく聞こえるから、結構大事なんですけど、なんか、ギターのエフェクターとかを通しても結構うまく聞こえるんですよね。リバーブと、まあ、ディレイとか、ちょっとかけるみたいなね。じゃあ一人でハモってるみたいな感じになりますもんね。三輪明宏、あ、三輪明宏。黙れ小僧のやつは？黙れ小僧のやつは？黙れ小僧のやつは、三輪明宏でしょ？あの、でっかいお犬様でしょ？よし、帰ってきた。じゃあ、ピノネ行きます。魔王伝。さあ、ガシュウイン達也。カルシファーはガシュウイン達也。あー、カルシファーね。その、ヒーサイドでしょ、それは。ヒーサイドの方ね。あー、ほら、片手ないやつに、さらに窓際に寝させるという。まあ、厳密に言うと監視ですよね。もう一回見ましょうか。もう一回見よう。もう一回見ましょう。ひどすぎますよ、これ、ほら。お前ちょっとさ、敵来らへんか見張っとけや、一晩。マジっすか。最悪や、もう。まあ、ベッドは4つしかないのは、そらしょうがないとしても、もう、寝さす気がないっていうかね。寝させるっていう気すらもうないっていう。なかなかひどい、みんな。これみんな悪いよ。このハリードが指揮してることは間違いないにしても、みんなやっぱそれで、なんかちょっと笑とる節があるから、ひどいわな。フェラリウス作って、アースガードもらって、プリスナイフ。隕石のかけらが必要です。持っているようですね。あー、使ってしまった。まあいいか。まあいいか。使ってしまったけど、まあいいでしょう。アースガードはどれぐらい？ 25%。 あー強いなー。つけとこう。つけときます。一旦外しとこうか。これよし、行こう行こう行こう。次はおっことぬし様。おっことぬし様ってどんなやったっけ。あのめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってるやつですよね。あの説明がしょぼすぎる。お、めっちゃ怒ってるおじさんみたいな。カエルの真似とかできひんかな。千と千尋の。森重久弥、おっことぬし様。ふーん。じゃあ行きますよ。さあ行くぜ、魔王伝。何回目でしょうか。いやでももう倒せると思うんで、倒しにかかります。倒しにかかります。ここもかっこいいよね、この場面も。顔からなんかあの丸虫みたいなやつがうわわって出てくる、ぐちゃぐちゃってなってるやつですよね。あれ、あのシーン気持ち悪いねんな。
こいつ連れて行きたいわ。こいつあの試練に連れて行きたい。弓使いや。ちょっと、就活、太らへんかな、一人ぐらい。こいつ一人雇って持っていけば弓の試練なんとかいけるかもしれん。こいつもう全然仕事できなそうっすもんね、なんか。絶対仕事できひん感じやから、絶対仕事探しとると思うんだよね。お前、ついてこうへんか？一緒に狩人の試練やってくれへんかな。ショートカット使えば割りかしすぐ。オッケーオッケー。あ、お疲れ様でした。カエルはガシューインさん。カエルガシューインさんでした。え、大泉、カエルって大泉じゃなかったでしたっけ？大泉もやってますよね、声優、確か。ガシューインさんもカエルやってて、大泉のカエルもあるんか。エンデユーみたいな。デン。セリフをください。セリフをくれたらちょっとやってみれるかもしれない。カエル。ちょっとセリフをください。あ、お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございました。遅くまで。カエルのなんかセリフないですか？あのデカブット。デンダ、デンダ、デンを出せ。似てねー、似てねー。ちょっともう、ちょっとクオリティ上げたいな。え、デンダ、デンダ、デンを出せ。似てねー。せーの、だぜ。似てない。あかん。ほんまあかん。せんだ。せーの、だぜ。せーの、だぜ。せーの、だぜ。せーの。せん。せん、こっちに来い。全然や。全然や、これ。クオリティの低さ。もはや、その、セリフがあっても何の真似してるかがわからない。何なんすか、これは。似てなすぎる。顔はめちゃめちゃ似てるんですけど。顔はめちゃめちゃ似てんねんけどね。リアルの顔は。なっ、全く似てへん。声がもうひどすぎて。顔なし。またもうユンタンさんのラインナップ厳しいな、もう。バンダイカエルが大泉さん。青カエルがガシューインさん。なるほど、なるほど。そうです。2種類いましたもんね。2種類とか何種類かいましたもんね。気持ちが悪い。ただ感じてるだけのおっさん。ただ感じてるだけのおっさんなんで、ちょっと気をつけてください。あかんあかん。もうこれもうあかん。もう完全放送禁止レベル。放送禁止レベルなので。どういったっけ？ここ上行くんやったっけ？ちょっと待って、確認ね。
合ってるな合ってるな、これの上行くんですよね。よし、滑り込んで、でこの下やな。よっしゃ、よっしゃ、いた。そう、セーブ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 、すんの忘れた、セーブすんの忘れた。待て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 、セーブすんの忘れた。これはセーブしとかないとまずい。ちょっと待て待て、ちょっと待て、セーブしとかなあかんし、技つけなあかんし、これでしょ。白眼劇でいいですよね。白眼劇でいいね。ウォードは、スマッシュ封印して、ブルクラッシュですよね。ブルクラッシュで、あー、こいつ、あいたたたた。あいたたた。骨砕き見切り、できてるな。おい。もう封印しときますか。しょうがない。骨砕き見切り、できてるな。骨砕きってやってきよったっけ、あいつ。見切り全つけといてもいいっすね。これも痛いな。とりあえずベタラメン封印、ビーストチェイサーも封印します。で、ヒアリーで総流派入れます。勇者の顔を出すつもり。線を出せ、線を、顔なしで全てのセリフ言っていこうかな。顔なしで全部のセリフ言っていたのかな。こうなったら、こうなった以上は。ゲート4つ目だと戻れないんで注意です。あ、そうそうそう。そうですね。棒が神木隆之介くん。あー、ですね。またこれ似てへんからね、これ。線を、できひん、できひん、やめよ。いじめると許さないぞ。いじめると許さないぞ。アラキスを許さ、いじめると僕が許さないぞ。あの先っちょ見てください、あの先っちょ見てくださいよ。綺麗な日だね、綺麗な日だね。行くぜ。茶番はここまでや。倒す。綺麗な人ね。おら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 。結構通常攻撃も来るんよな。効いてる。めっちゃ効いてる。あー、問題は体力やな。どれくらいあるんやろ。完全に全力やった時にどれくらいこいつが耐えてくるのか。もう回復ほとんど考えずに行こうと思うんで。よっしゃ、ナイス。ほい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 。いや、結構効いてるよな。結構効いてる。よしよし。これ勝てるんじゃないか。すごい勝てそうな感じしかしない。ブラックジャック、いける。状態異常になってない。カリーやめてよ、やめてー。おー、危ない。よし、いけるんじゃないか、これ。決まれ、決まれ、決まれ。決まれ。うい。あい、あい。うい。すえ、すえ。体力が、半端やないな。綺麗な日だね。よし、やめーや、やめーや、もう同じやつばっかり。もう
音楽かっこいいのに決めたい。決まれ。つえ。マジっすか。つえな。マジっすか。ちょっと待って、高級傷薬やつを一回選んでた方がいいから、ちょっと待ってね。これ、こいつだけ、回復させます。あとはもう全力で殴ります。おめぇ。やばい。大回転かわして。いや、危な。危ね。大回転がやっぱ強い。大回転見切りがね、あればいいんですけど、今やっと覚えたぐらいだから、うわ、強っ。いや、もうすげえいけそうなんやけどな。いや、もう攻めますよ。もう攻めるよ。いけそうな感じがすごいんですけど。ブラックジャック。死ぬな。寝た。でも死んでない。うい。あー、ガンかな。いや、もうめっちゃええとこまで行ってんのに。あー、惜しい。いや、多分めっちゃ惜しいです、これ。結局ここか。もう一回挑戦していいのかな、これ。いや、もういける、いけそうなんやけどな。ちょっと待って、ちょっと待って。高級傷薬買ってこよう、もっと。回復したらいけんじゃないかな。